頼のもう宮本武蔵失礼つかまつるあはははそうだよね。冬だもんね。ごめんごめん。でも諦めて。だって水着剣豪なわけですし。いやあ、競泳水着で部屋に押し入るとか、正気か私って感じだけど。 堅苦しい挨拶は抜き抜き。時間が惜しいわ。早速本来に入ります。つまり、デートのお誘いです。うん、OK。その唖然とした顔は OK ね。よーし合意取ったじゃあはい、立ち上がって、水着に着替えて。 以前から一度やってみたかった、同伴者を連れてのドリフトに、いざチャレンジ<っ>もちろん、ぴったり密着しないと連れていけないものね。でも、うはぁなんかいやらしい当たってるそうさ、2. 一流式当てミなのさ。 そりゃあバーサーカーですので、もう誰にも私を止められないのです。じゃあ、レッツゴープールサイド観音様、いつもの感じでお願いしまーす大成功なんだ、やっぱりやればできたんだ。 <laughs> 私カルデアのレイシフトとは相性悪いからね武蔵一人レイシフトさせる魔力でサーヴァント3機をレイシフトさせられるってダヴィンチさんに言われた時はショックだったけどどんだけ重いんだ私みたいなでもこの方法なら問題なし ちょっと怖い思いさせちゃったかもだけど、この後気持ちで埋め合わせしますので。いやあ <laughs> そう面と向かって言われると照れますな。でも、せっかくのデートなのに、普通の水着じゃ台無しでしょ一生に一度きり、君と一緒の思い出なんだもの。 無骨な私でもとっておきの水着に着替えるのですああでも君があっちのがいいって言うなら着替えるけどどうするでしょでしょやった褒めてもらっちゃったと落ち着いたところで改めて説明しましょう。 ここはアメリカ西部の微少得意店、ケンランラスベガスの名残、みたいな。ラムダさんにお願いして、もう一度水で満たしてもらったのです。ああ、最後のあがきいいわ。協力してあげる。変に傷を残されるのも迷惑だしね。 いつもの調子で冷やかされたわけですが、ランサーだけに鋭いのよね、あの子。でも、おかげでもう一度水のラスベガスで過ごせるようになったので、アメリカと言ったらやっぱりこれまずは定番のヒューターズに行きましょう ノートごめんごめん今の冗談だから真面目にやるから黙っててねうん、えー 何も見えないけどなぁ。マスターの気のせいじゃないかなぁ。まぁ、あ、見えたとしても、もう害はないから安心して。あれ、剣士の時の私が背負ってる物証っていうか、仁王像みたいなものだから。ベガスでは二つに分かれちゃったけど、今はもうほら、私の体重も元通りだし。 はいはい、本題に入ります。照れ隠しはここまでわかってるってば。ご本そういうわけで、こちら、どうぞ。バレンタインの本命チョコです。 うっ身から出た錆びすぎて反論のしようもないまあそんな私ですが今日ぐらいは乙女らしく夢を見るのです <laughs> いやーもう恥も外聞もないはずなのに照れるなー動機が静まりませんでもどう この山盛りなチョコレートパフェ二人で一緒に食べるの楽しそうでしょやり残したこと筆頭だったんだこれ君と一緒に夏を満喫するのええ。今回も付き合ってくれてありがとう。 初めてのものだからあんまりおいしくないとは思うけど今までの感謝を込めてね <noise> うんしっかりね私の主殿それとごめんね もしかしたら、私はもう切るものがなくなった後かもしれないけど、君がカルデアで頑張り続ける限り、私という影帽子はいつまでも力になるわ。だから、またいつか、縁があったら、世界のどこかで会いましょう。